ビクトルツ・ビートは、ドイツ・ラインプハルツ地方の旧諸行ビート家の講師で、外交官、中スウェーデンのドイツ大使を務めた。全名は、ビルヘルム・フリードリヒ・アドルフ・ヘルマン・ビクトル。ビート公、ビルヘルム・アドルフとその妻で、オランダ王子、フレデリックの娘であるマリーの間の4、男として生まれた。すぐ上の兄ビルヘルムは、1914年に短期間ながら、 アルバニア公国の元首となった。また、父の姉エリーザベトは、ルーマニアオーカロル一世の王妃である。また、母方のおばノルイーゼが、スウェーデンオーカール15世の王妃、さらに父方の祖母、マリーの妹、ゾフィアが、オスカル2世の王妃ということで、スウェーデンを受けとも深い親戚関係にあった。こうした縁故もあり、ビクトルは1919 19年から1922年まで、 ストックホルムのドイツ在外交官の責任者を務め、さらに1933年から1943年まで、スウェーデン駐在のドイツ大使を務めた。1940年10月には、スウェーデンの最高軍司令官、オーロフテルネルに、ドイツは市勲章を授与する役目を果たした。ナチ党政権掌握以前より、スウェーデン貴族出身であるヘルマン・ゲーリング、婦人カリを通じて、 同夫妻と親密になり、アドルフ・ヒトラーと等の共鳴者となった。これはドイツ貴族上流階級における同等支持拡大という結果をもたらした。1944年、ビクトルは相当ヒトラーより25万ライヒスマルクもの貸金を与えられている。1912年6月6日に、ビルンフェルス城において、ゾルムスビルデンフェルス伯爵夫人、ギーゼラと結婚し、 間に二人の娘を設けた。ありがとうございます。